神の慈しみのイメージが神の慈しみへの祈りの花束は聖ファウスティナ・コバルスカによって始められたカトリック教会の祈り神の慈しみのチャプレット、慈しみのチャプレットとも呼ばれる神の慈しみへの礼拝と言われる新人行に属するチャプレットを用いて祈るのが特徴であるがロザリオを用いて祈ることもできる永遠の父よ 私たちと全世界のすべての罪のあがないのために、あなたの最愛の子、私たちの主イエス・キリストの恩体と、恩知、御霊魂と神聖を、見舞いに捧げます。イエスの痛ましいご受難によって、私たちと全世界に慈しみを注いでください。聖なる神、聖なる全能の神、聖なる永遠の神よ、私たちと全世界を憐れんでください。ファウスティナは、この信人について、 キリストが次のように語ったと日記に記している。この祈りを絶えず唱えなさい。この祈りを唱える人は誰であっても、臨終の時には偉大なあれみを受ける。司祭はこの祈りを最後の拠りどころとして罪人に与える。最も罪深い人であっても、この祈りの花束を一回でも唱えれば、私の限りない慈しみから恵みが与えられる。私は全世界に 私の慈しみを知ってほしい。私の慈しみに信頼する人々に想像もつかない恵みを与えたい。ありがとうございます。